マルコムキッチンオン YouTube。 はい、マルコム広報の玉沙織です。今日もよろしくお願いいたします。はい、コンビニで買うしかないと思ってた。コンビニさんでいっぱい売ってますよね。本当にお昼に手軽に買ったりとか、皆さんトレーニングした後に食べたりとかされてるんですけど、結構作ってる方も多くて、でもどうやったらこう柔らかく作れるのとか、硬くなっちゃうんだけどっていう声がある中で、今日は簡単に柔らかくできる方法をお伝えできたらなと思います。では早速作っていきたいと思います。今日の材料はこちらです。これだけです。はい、では調理していきたいと思います。今日は鶏むね肉を使っていくんですけど、スーパーで皮がついてないものも売ってるんですね。だから皮がついてないものを買った方はこの工程はなくて大丈夫なんですが、皮がついてるのを買った場合はこの皮を剥ぎましょう。はい、そしたらどうやって簡単に柔らかくするかというと、ここにですね、この塩麹パウダー、これです。これ入れていいですか。これです。これをまぶして5分置くだけです。で、塩麹は味噌の原料である米麹と塩とあとお水、この3つを合わせて作るのが塩麹なんですね。これも発酵調味料なんですけど、でこの塩麹を粉末状にしてより使いやすくしたのがこの塩麹パウダーですね。従来の塩麹は、ちょっと液体状っていうのはあるんですけど、こちら粉状で米麹粉末と塩を合わせたものなんですね。粉末の米麹と塩を合わせた塩麹パウダーなんで、よりこうなんていうんだろう、素材に密着するので、はい、浸透が早いという意味で5分で OK という商品ですね。振りかけます。こうね、まんべんなく振って、これをねこう伸ばすんですよ。でこれをジップロックに入れて5分待ちます。このまま加熱するので、耐熱で袋が閉めれるものがいいと思います。これで5分置きます。こちら加熱していきたいと思います。これをまま鍋に入れまして、火力を落として出して5分ほど加熱します。で5分加熱したら火から下ろして、約1時間ほどですかね、蓋をした状態で置いていきます。はい、では1時間経って取り出したものがこちらです。はい、袋から出して食べやすい大きさにカットしていきたいと思います。はい、ではカットします。ちょっとこうなんですか、ハーブとか入れてやったりすると、こうコンビニにもあるじゃないですか、バジル味とか、はい、ああいうのっぽくなります。袋に一緒に、はい、漬け込んだ時に一緒に入れていただいて、そのまま加熱すればそういう感じもできますし、ちょっとラー油かけたりとか、すごい味が濃いわけじゃないんで、こう味噌とか一緒にかけるとよだれ鶏っぽくなったりとか、アレンジして食べてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、こちらでサラダチキン完成です。じゃあこちら出来上がったのでいただきたいと思います。いただきます。はい、これどこ食べよう。ちょっとじゃあこの辺、柔らかそうなの伝わるんですかね。いただきます。うん、やっぱ柔らかいですね。本当にたった5分だけなので皆さんにやってほしいです。これ塩麹の力。そうですね、塩麹ですごく素材の鶏肉自体の旨味を引き立てますし、鶏肉柔らかくなりますし、プラスこうお肉のね、さっきも言いました臭みみたいなのがちょっとこうまろっとなるので、そういった意味でこう旨味が立つっていうんですかね、が塩麹パウダーの力かなと思います。それでは次回はもう4回目ですか。はい、また4回目の4作目の動画で会いましょう。今日もありがとうございました。バイバーイ。